ゃ10年ぶりにシーバス釣り復活したんですが、シー、はい、バスの数減ってますよね。だから10年前に比べたら、東京湾で言えば10分の1まで減って、7分の1から6分の1ぐらいまで減りましたよっていうことだけかな、言いたいのは。減りました。村岡さん、うん、マックスで1か月何本釣ってたんですか何本釣ったかな 1000、ね、ちょっとぐらい前後行ってた時があったと思うんだよね。1000超えて記録更新、1000は一生もう二度とやれないってぐらい、その時はもうなんか1日70匹ぐらい釣れてたの。なんか。で、潮が悪くなると渋い、今日渋いは15本しか釣れなかったみたいな感じで、昔、それこそ二十何年前かなその。その当時と比べて、今って。うん 何分の1なんですか ?10 分の1だと思う、多分。ん。う明してみたい,いや。だって普通にあの宮川丸さんの乗船場みたいな、あんなとこだったからね。南西吹いて、バチャバチャしてるところでもうずっとワンキャストワン、70、七十日ってワンキャストワンヒットが4時間ぐらい続いて、かもうだからなワンキャストかかるまでバイト、 <laughs> バラしてもバイトでなんとかそれでもねやっぱ5キャス434キャストに1本ぐらいずつしか上がっていかないじゃないこうだから意外とカウントって伸びないんだけどそれで74とか72とか言って、うん、なそれが最高記録だったと思う多分75とかが100ビアいけなかった1日でえーうん